サーバント食わず嫌い王決定戦第2回イエーイ。はい、こちらのゲームはですね、あるテーマに沿ってサーバント4機を選出いたします。その4機の中に1人、仲間外れがいるのでお互いにそれを当てていくというまあね趣旨のゲームとなっております。で、今回勝負していただくのははい、ヨコチン、はい、千秋さんの2人ですね。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。本日のテーマは密かに推しているサーバントとなっております、ね、はい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 、はい、なので 4機選んでいただいて、うち1人はまあそんなに推してるというわけでもないから、まあ普通に好きだけどみたいなぐらいですね、うんうん、はい、そうなんですよ。なので今回はまあ性能とかもまああるかもしれないですけども、まあ自分の推しみたいなものね、はい、あんま言ってないけれどもっていうのをねご紹介いただけたらと思います。はい、じゃあ先行横陣お願いいたします。はい、僕が選んだ4機のサーバントはこちらでございます。アルトリア・オルタ、オキタ・オルタ、長尾影虎、両儀式と言われてますね。はい、はい、これはなかなか、はい、もう紛らわしいな。本当やらしいよね。やらしい男だぜ。はい、まあね、でもなんかなんとなくね共通点が見えてるところなんですけど、このあたりはね後々話していく。いや、ただ盛りでしょ。共通点。はい、お次千秋さんの方も紹介させていただきます。私のサーバントたちはこちらです。はい、パールバティ、はい、2人目が、カーマ、3人目が、水着のかな、リリーちゃん、はい、で4がグルガー、はい、うん、になってますね。まあ、どれも可愛らしい。いいサーバントですよ。今回タケシ見てないからね。見てないね、今回ね。あれ言っちゃったら分かっちゃうね、はいはい、勝ちに行くから。やばいなこの2人。いや、俺も勝ちに行くから。じゃあ早速戦っていきましょう。じゃあ、まず先行が横陣になるので、はい、先に質問かなって言っていただいてもよろしいでしょうか。はい、いけず、はい、好きなのを選んで、はい、じゃあいけずじゃないですけど、はい、ちょっといいですか。あ、いいっすよ、うん、なぜ桜サバ。実はね、そう、実はそう。あるんだ、桜サバ好きなんですよ。あ、そうだったんだ。そうなんだ、はい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 、うん、確かにね。まあ、僕はいつもなんかこう会話してると、カーマちゃん好きなのなんとなくわかるんですよ、うんうん、放送の中でもね、はい、何度かその話されてます、ね、はいはいはい、で最近ドゥルガーもね結構ドゥルガードゥルガー言うてるんですよ、うん、あ、そうでした。そう、なんかね、そう、そう、俺はね結構、うん、そう、そのイメージがある。俺は結構イメージがある、結構だからね。じゃあ水着 BB ちゃん、どういったとこが好きですか。こいつはね唯一持ってるスキルね、このカードロック、あ、うん、使うとこは使うんですよ。そうそうそう、まあまあまあね、あとね、うん、結構見た目好きなんですよ。可愛らしいよね。そう、うん、ほら今ベースでね、いろいろ褐色とかね、うん、あ、そうか、ありますね、うん、増えてね、はい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 、使っていくの面白いんですよ、はいはいはい、ちなみに、はいはい、どの催眠のつか、どの霊気が一番好きですか。俺、はい、何人かはちょっと分かんないですけど、あのマントパッと黒いマントとか水着の、ああ、はい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 、なんかすごい乗ってるじゃない、乗ってる、なんか乗ってるやつだよね。はいはいはい、最終かな、かな、うん、あれはね、うん、あれがいいんですよ、はいはい、あれが、あの日焼けの白い方があるんですけど、あ、僕日焼けですね。あ、なるほど、はいはいはい、白お姉さんいいですね。なるほどなるほど、はい、じゃあまあちょっと次パールバディですかね。そうですね、うん、結構これが意外だったんで、はい、私もこれはちょっと意外でした、うん、パールバディ、え、どういうとこ好きなんですか。僕ね、これ結構最初の方に引いたサバなんですよね。あ、なるほど、ね、はい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 、これで、あのスカリを手に入れた時にクイックで、うんうん、俺はその時クイックってやったことなかったから、あ、はいはい、うん、使ってみたら超星ザクザクねんじゃんみたいな。気持ちいいですよね。そう、うん、クリティカルボンボンねんじゃんみたいな。そうそうそう、はい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 、うん、ちょっとほんわかな感じがして、まあね、あのこの中では一番ほんわかしてます。そう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 、他のキャラに比べて癒しですよね。そう、癒しなんだよ。なるほどね、癒しなんですよ。押してきますね。押してきますね、はい、いや、いいですね、でもこれは、ね、はい、じゃあ、あと、まあ、2体ですか。まあ、まあ、どっち、まあ、ドゥルガーかな、はい、うん。ドゥルガーはどういうとこ好きなんですか。あ、もう絵ですね。あ、確かに、それはでも絵、うん、そうだね、うん。ちょっと他の3機に比べると、細かいタッチ目が多いかな。そうだね。なんか毛先とかね、うん、綺麗だよね。僕の絵は最終的にこういうとこまで行きたいなと。あ、これ目指すとこここなんだ。ああ、なるほど、ね。なるほどね。なるほど。ちょっとこう、柔らかい感じ。そう。そう、そうだね。はいはいはい。まあ、最後カーマちゃんなんですけど、そうですね、はい、4期目、まあ、なんかカーマちゃん別に聞かなくてもいいなぐらいなんで。何がしなさいよ。いや、だカーマちゃんどうせ好きでしょ。しますね、一応一応ね、はい、最近使ってんすか。あ、そうですか。もうね、短期の時は使ってますね。ああ、なるほどね、はい、結構使う場面多いじゃないですか。
微量がね、うん、ついたりしますもんね、うん、そうですね。はいはい、もうカマちゃんアンパイなんだよ。カマちゃんアンパイなんだよ、はい、大丈夫です。他のことについても終わった時に最後は大丈夫ですかね。まあまあそうっすね。なんか決まった感じではある感じです。まあ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 、なんとなくは決まってますね。お、はい、素晴らしい、いいですね。はい、では、引き続き高校千秋さん、よろしくお願いいたします。はい、4期ありますけども、まあ、どういったところが、あ、どういったところ、うん、まあ、全体的に言えるのがあれなんですよ、全部社長様なんですよ。まあそうですね、イカスレートさんが同じというところが、ね、そうなんですよね、はい、重要なポイントですね。はいはいはい、全社長なんですね。はい、まあ皆さん、あのメモしてる、メモしてる。見てくれてる人はね、視聴者さんは結構わかると思うんですけど、僕あの社長の様大ですね。そうですね。はい、集めてると言っても過言ではない。はい。ちょっとね、あのね、あれだよね、こう他の絵だったらね、比べられるんだけどね、もう全部社長ですよね。はい、まあ隠れ推しというか、まあ、ひっそり使ったりとかね、推しにしてることですけども、うんうん、もちろんそのサーバーっていうのは使ってるんですか、ひっそりと。ああ、そうですね、結構頻繁に使ったりはしますね。おお、使ってないサーバーとかいない感じ。うん、うん、あのセイバーの、うん、オルタとかはね、普通に強化入って、そうですね、ね、もうバスタレ殴れば NP がみたいな、おかしいね。そうとか、マディンさんはやっぱりね、そのアルタイゴなんで ね、 あ、そういいね、まあ4チーム優位やっぱ取れんで、そういう時とかで、なるほど、ね、うん、まあカゲトラさん、カゲトラさんが一番やっぱ使用頻度低いかな、はい、あ、そうなんですね、うん、まあ、やっぱ単体だからっていうのもあるけど、うん、で式はまああのね、普通にアサシン中の単体だと結構トップクラスで火力出るん で、 でかつ即死も入るんで、即死入りやすいですね。そう、な、結構、はい、で3番目の質問として、はい、スキルレベルありますと、ありますけども、はい、マックスにしてるサバとかってあるんですか。あ、マックスはセイバーオルタとマジンさん、はい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 、でカゲトラさんとシティは9999。あ、電商を使ってないだけ。なるほどね。そう、うん、電商を使ってないだけです。はいはい、はい、まあ、そこまでは上げているという。そう、はい、社長様ですかね。はい、これはやらしいですね。これ攻めづらいな。そう、じゃあ僕一応これ最後の質問なんですけど、はいはい、この中でもし、うん、好きですって伝えたいサバはどれですか。あー、好きです。一人だけ、一人だけ、もちろん一人だけ、もう全員はダメだもん。いや、迷っちゃうな。これ答えるのが迷っちゃうな。あの、ある意味誰でもいいしみたいな。あ、おいおい、そうだね。アバウト出来上がった。そう、今ね、もうあれなんですよ、なんでセイバーオルタとシティでこう。あ、そう、なん、うん、あ、でも、ま、シティかな。シティなんですね。うん、わかりました。ありがとうございます。素晴らしい質問でございました。先行横チンさん披露。パルバディ、あ、パルバディが密かな推しではないということですね。なぜそう思われたんでしょうか。まあ、カーマとカーマはやっぱね、福袋で狙いに行ってってるんですよ。うん、ぐらいね。そう、好きだから、好きで、デュルガーも最近ちょっとデュルガーって言うてるんで、言うてるんで。そう、もしちょっと好きじゃなかったら、なぜデュルガーはこんな言うとるっていうことになるから。まあまあまあ。そう。で、ミスリビビちゃんやっぱりね、うん。まあ、俺個人的だと、俺もビビちゃん好きなんで、ああ、なるほど。可愛いっていうのがわかる。ああ、ちょっと共感できる。共感できる部分がある。そう。あるかなっていう。だからもう消去法ですね。あそう。アルパティさん。そう。ということですね、うん、いやこれどうなんでしょうね、うん、では引き続き高校千秋さん披露。私はオキタオルタ。おお、なぜそう思われましたか。いや、あんま、なんか使ってる印象というか、うん、うんうん、まあさっきのあの伝えたいサーバント、月と伝えたいサーバントで、うん、まああえて2つこうサイド行きましたけども、うんうん、嘘ついてんじゃないか。ああ、もう、まあ、裏を書く感じじゃないですけども、もうこれもまた作の一つのではないかというね。なるほどね、はいはい、考えられたわけですね、はい、はいはい、いやどちらもねすごい結果楽しいですねこれね。まあ社長なんてね、難しい、難しいよこれは。いざ召喚、どうぞ。千秋さん使ってる、使ってないでしょ絶対。使ってるよ、マジ使ってる。だって
ってますからね、密かに。密かに、ね、言わないけどね。言わないけど、横丁は使ってんの？使ってないしだって。いや、俺は使ってますよ、だってその。社長ですよ。いや、社長ですよ。使ってますよ。使ってますよ。当たり前じゃないですか。どうなんだ、これどうなんだ、二人とも。だってさ、パールバーディーもさ、これさ、最初からクイックの時はって言ったからさ。あ、今どうなの？推しじゃないでしょ。推しだよ。だって俺もバリバリやるもん。毎日やってもん。かわいいね。ポチポチやってる。ポチポチやってるよ。本当だよ。そう、参りました。あ、ここで横チンが当てた。なんと、千秋さん参りましたが出た。はいはい。まあまあまあ、やっぱね。あれ、ちょっと横チンは、うん、あれこれ、あ、これいけちゃってるのか。まあまあ、俺は大丈夫ですよ。わあ、これは余裕の笑みだ。参りました。なんだこれ。なんとここで両者参りました。引き分けですね。はい。ここで貯めるからさ。負けたからさ、千秋さんが。ここで、いやー、当てられたよ。うわー、すごいなこれは。へー、じゃあちょっとまあお二人に聞いてみましょうか。横陣さんから、あ、じゃあ千秋さんから行こうかな、うん、はい。パールバーティーになった理由というか、まあ他と比べてどうでしょう。星5を使いたいよね。あー、ちょっと推しみたいな気持ちではね、そうそう、なってきちゃうかなという感じですかね、うん。でもじゃあ桜サーバーがやっぱ好きなのは、サーバー好きは変わりはない。もちろん好きだよ、もちろん好きだけど、うん、割と他のなんていうんでしょう、キャラに比べてもやっぱ好きではあるんだね。好きではあるよ、好きでもちろん、うん、こん中で言うとちょっとそうちょっと、ね、下に来てしまうのかなみたいな、うん、なるほどですね。横地はこれどうなんでしょう。これね、まあその今ゆうさんも言ったように嫌いなわけじゃないんですよ。もちろんみんな好きだよ。そうだけどやっぱこん中だと、まあ魔人さんはやっぱまあ好きですよぐらいの。あ、そうなんだ。俺結構好きだと思ってた。そうそう、まあ、セイバーウォルターはね、普通にあのヘブンズフィールとかもね見てますし、うん、そう、まあやっぱバイク乗ってかっこいいじゃないかな、 FGO では。あ、そうですね、あの新宿、うん、で影虎さん、あのこのぶっ壊れ具合が大好きなんですよ。あ、目が怖い時あるね。そうあるね、あれが好きなんですよ。そう、もう本当に軍神みたいな感じじゃないですか、本当に。そうで、シティはまあ普通にやっぱりもうね、原作もカラナ業界っていうのがありますし、好きなんで。あ、そうなんですね。マジンさんはね、そう、好きぐらいなんですよ。あ、そうなんだ。ほんとほんと、うん、この中で四季だけちょっとなんか毛色が違うから、俺、あー、四季どうなんだろうな。俺もそれ迷ったの。あ、ほんとに、はい、最後の質問が良かったよね、多分ね。そうどっちかだなって言われたから、そう、あ、じゃあ四季は入ってるんだ。そうだから、そう、自分魔人さんでしたね。はい、ありがとうございます、うん、ということで今回も引き分けとなりました。いやー、マジかー、俺今回勝てる気にいたのにな。いやー、攻めてきたなと思ったよ。そう2人ともすごかったよ。そうなんかね、今回ね、社長サーバント桜サーバというね。そうね。まさかの、俺はもう今回はねチャンスあげなかった。タケシ入ってればチャンス問題なんだけどな。そうはい、じゃあまたね、次回何かあのテーマ決めて、またあの2人で対決っていうのをね、やっていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。はい、この動画面白いと思った方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。 X アカウントございます。皆さんフォローよろしくお願いします。グッズ取り扱ってもらうのでぜひご覧ください。また次回にありがとうございました。ありがとうございました。いや、マジね、逆にこれ千秋さんあったらマジすげえと思う。いや、すごいね。これすげえと思うわ、これ。光ったね、すごいですよ。